9番ですか。9です。はい、そう。プロでもデベソしたりするんですか。いや、いないですね。いない。いや、いない。いや、前に出てくる人はいない。なんかもうそれやってたら爆笑する。え、ちゃうやろみたいな。言わへんと思う。そうなったらもう。アウト。届いてない。行こうベイビー。ああ、よかった。ありがとうございます。ナイス。ああ、いいんだよね。間違いない。間違いない。言い出したよ。いい。ブリケード。いやこれめっちゃ早かったんですよ、こういうのが。耐えられへん。これやったらオーバーした方がいいってなっちゃう。100倍増しっす。へー。その結果がこうなっちゃう。そうです。たまに事故。絶対にショートはしたくないっていう気持ちが強すぎる時に起きちゃう。はい、あー。かまっ。プロに質問なんですけど、はい、普段の試合前の準備ってどういうことをされるんですか。そうですね、まあ、基本的にコンディションにはすごい気をつけますけど、うん、まあ、毎週試合があるんで、うん、まあ、準備としてはまあ秋中にやっぱトレーニングしたりとか、やっぱ私試合中でも結構トレーニングしたりとかですね。あとはまあゴルフ的な部分はまあ毎日やってることを、うん、まあ、日々続けるっていうのがすごい大事で、なんか特別なことをするわけでもないんですけども、まあ、毎日やっていることをこう抜かずに徹底的にやっていくみたいな結構地味な作業。毎日何するんですか。毎日やっぱ練習、トレーニング、パターとかもそうですけど、まあ、ルーティーンみたいなのがあって、まあ、それを抜かりなく丁寧にやっていくみたいな形で。でもコアインがルーティーンにすると結構もうそれが習慣になって何も考えなくてもできるようになるんですよ。でもそしたらずっと同じことしてても成長しないんで、そこではもっとこうかなとかそういうのいろいろ考えてやっていくのが大事ですね。それも自分だけでやってるんですもんね今。あ、そうですね、マネージャーいなくて。はいはい、すごいですよね二十歳で毎日の。なかなかねこう自分で決めてやるって難しいじゃないですか。あ、それはね毎日コツコツと当たり前のようにやる。素晴らしいですね、はい、仕事なんで仕事なんでね、仕事なんで、はい、なるほど。これが成果に出てるわけですね。いや、もっと頑張ります、はい、なんかそういうところの草とかが、はいはい、まばらじゃないですか。なんかどういうところに刺すんですか。いや、ツヤってしてるんで関係ないです。あ、そうですか。はい、じゃあそんなやめてもらっていいですかね。うちの選手に。でも足元だけ気をつけた方がいい。足元ですね。砂地滑るんで。つい刺すとこより砂地ですね。その前へ前へ、さっきもデベソの話聞くし。いや、ちょっとやっぱ。2クラブあるからさ。みんなが聞いて欲しかった。いや、なんかあるかもしれないじゃないですか、もしかしたら。はい、なるほどね。裁縫はなくなりましたね。裁縫はなくなった。名はなくなった。18ホール企画やってて、いや早いですね。そうですね、どうした。鼻血。感動でもうお別れかと思うと、なんかテレビで見てます。テレビで見てます。ああ、どうしちゃったよ。来た、うまい、軽やか。500ボールだったかな。あ、じゃあ5で。
構毛が深い。カットで。どうしてでもフェアウェイから来たよね、三打目は。絶対フェアウェイで、ロングは。もう時期になってくれば、いいラフですね。もう。なんかいい音するね。右目には打ってるんですけどね。乗せようじゃないですか。190はちょっと打てないです。バンカーを避けて避けて。なるほど。あの辺で。160。結構残ってる。ほんまに？なんだ？そんな残ってる？詐欺っすよ。そんなある？そんなある？嘘じゃん。160もあるの？140回見えますよね。ね。やるわ。160。ナイス。攻めたね。今日一攻めたね。すごいな。秘密通り。でもここ行かざるを得ないもんね、多分このロケーションは。そうですね、見に行ってもいいね。見にないもんね。もうナイス。ちょっと左。毛使わなくなったね。そう、ちょっと、ね、いい感じになってますよね。うん。パター。パターでいきます。はい。おお。イエス。ナイスパー。いうとこ。打ててる。打ててる。打ててる。ナイス。はい、お疲れ様です。18ホール最後やってきたんですけれども、はい、こんな。西畑萌香プロが出てきて、ヒロ、スーパーキャディヒロが出る企画ができるのは ECC レディスのおかげです。はい、ということで ECC レディス様からの手紙を朗読してください。はい、朗読させていただきます。はい、青木純です。はい、よろしくお願いします。はい、はい、昨年の ECC レディスゴルフトーナメントは記録的な大雨の影響で2日目、3日目が中止となり、LPGA ステップアップツアーとしては初めての競技不成立となりました。大会スタッフ一同、とてもとても残念で悔しい思いをしましたが、その思いを胸に今年は会場にお越しいただくギャラリーの皆様やテレビ、インターネット中継をご覧の皆様にしっかりと楽しんでいただける大会にしたいと考えております。なお、今年は土曜日に決勝ラウンドが開催されるということもあり、例年よりも観戦していただきやすくなりました。ぜひ ECC レディースゴルフトーナメントをご観戦くださいというメッセージをいただきました。ということで、皆さんいろいろ会場に来るなり、インターネットテレビに見るなり、ぜひ ECC レディースゴルフトーナメントを見てください。よろしくお願いします。お願いします。いましたもんね、雨の時。はい、はい、いました。1日目も結構雨降ってて、そうね、風も雨もすごくて、それで中止ってなった時にすごいこう盛大に用意されてたんで、その会場を、だから選手もその大会関係者の皆様もすごい残念な気持ちでいっぱいだったんですけど、今年はその分いい天気になるといいなと思ってます。はい、今日みたいな日に ね今日みたいな日になってほしいですね。はい、はい、皆さんお待ちしております。はい、あの木の方ですか。はい、はい、ここを狙っていっていきます。おー、ギリセーフ。ギリセーフというのは狙えるところのセーフラインですね。あっちの方でいいですね。フェアウェイに取って。
フェアウェイまで届かせてください。頑張れ。おいしょ。ここに来て今日一できるようになりましたね。ミラクルじゃん。ナイスです。ちゃんとできるようになりましたね。あ、これ無理や。お、あー、バンカー入っちゃいそうだよ。あれ手前、え、入ってない。手前な気がします。バンカーよりも手前。はい、これ何番？8番。これ7です。あ、7。なんか薄かったですね、だいぶ。サイエンスですね、かなり。おー、上がった。おー、風が、どうだ。おー、ナイス。うん、だいぶ上がった。52ですよね。52ですね。アゲンストなんで、やっぱ巻かれるんで、なんか止まってそうな感じで上がっていく。あ、さらに上がってるんです。そうなんです。へー、回転で煽られる。そうね。あ、でもバンカーショットみたいに普通に言うと、おお、すげえ。すげえ。やったやった。怪しかったですよね。全然怪しくない。本当ですか。あんだけバンス入れて売れてたら全然大丈夫。思ったより飛ばなかったんです今。閉めちゃうんです。ナイスバーディー。来ないよ、誰も来ないよ、ここに誰も来ない。欲しがっても来ないですよ。最後やっぱりプロに決めてもらおうと思って。ナイスです、ありがとうございます。あと寄っていってます、寄っていってます。かわいい。二十歳らしい。打つのやめようかな。打つのやめようかな。もうあー、ですよ。うわ、なんかつけてみて。いや、俺近づいてないです。俺近づいてないです。えー、ほら、いや、俺近づいてないです。怖かった今。はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやー、すごい楽しかったです。本当にね、楽しかったですね。はい、楽しかったです。よかったです。 DCC レディースの意気込みを、はい、もう連覧もしっかりできたんで。それでいいの？イメージで最後バーディーで、はい、そうですね、しっかり連覧もできた。マイナス 4? それで4アンダー？3つです。3アンダー？はい。ボギー打った？ボギー打ちました。あの、めっちゃホームランした。あー、そうかそうか、そうか、はい、マイナス3で、しっかり連覧もできたんで、ね、優勝目指して頑張って優勝して ECC のチケットを手に入れたいですね。はい、うん、私も最終日、あ、はい、ですか。応援しに行きますので頑張ります。ぜひヒロさんも。あれ、いや、あの、気が向いたら初日2日あたり目指して。あ、はい、3日目じゃないんだ。3日目はね、やっぱりあの主役に、ツートップに新しいリンゴールのツートップにお願いします。どんな返しが難しい。そうですね、うん、はい、皆さんご視聴いただきありがとうございました。ECC レディースゴルフトーナメント、7月11、12、13の3日間にて開催されます。当日券は会場にて販売されてますので、足を運んできてください。はい、放送についてはこちらに記載してありますのでチェックお願いします。今回出演してくださった西畑プロの応援をよろしくお願いします。お願いします。